佐々木さくやよ、よろしくお願いします。です。あれ、佐々木さんはおかけいただかなくて大丈夫ですか？いや、ちょっと佐々木はちょっと体硬いんで、あまり気になさらずに大丈夫です。はい、わかりました。佐々木のその所属してる二次三次っていう VTuber グループがあるんですけど、ほとんどの人が多分やると思うんで、みんなで多分大会とかそういう感じでやるんじゃないかなって思ってます。楽しそう、うんうん、今もでも結構じゃあゲームは皆さんと VTuber の皆さんとやられてる感じですね。そうですね、二次三次は何かと大会開くんで多分あると思います。ポケモンもぶっ通しでやるとかそういうことはありますか？ぶっ通し、前のあのブリリアントダイヤモンドとかはぶっ通しでやったんですけど、今回はゆっくり長く楽しみたいなっていうのもあるので、ちょっとずつちょっとずつやろうと思ってます。佐々木はですね、シリーズ初となるオープンワールドがすごく楽しみです。なんか最初から自分が行きたいところに行けるみたいなので、ちょっと可愛いポケモンを探す旅に出ようかなって思ってます。 VTuber もある意味オープンワールドじゃないですか？おお、そうとも言えます推しポケモンはプリンですかね、はい、皆さんあーと言いますねシャワーズを炎タイプにしてみたいです。あ、それもできるんだ。ブースター使ってあげてはい、見てください。失礼します。マッキョですか、僕マッキョ社長ちょっと、ちょっとぽいですけどなんでですか？なんでマッキョなんですか？なんでマッキョですか？結構ちょっと顔の輪郭から考えてしまって、あー、なるほどなるほど、マッキョかギャラドスで悩んだんですけど、いかついですね、結構ギャラドスマッキョにしました。あー、でもなんかぼーっとしてる感じは似てる気がしますね本日この発売記念イベントに参加させていただけて、本当に恐れ多くも本当に幸せでした。明日からスカーレット・バイオレット発売されるので、たくさん遊びつつ放課後ポケモン研究部として盛り上げていけたらなって思います。ありがとうございました。ありがとうございます。